池田清池田清は、日本の内務官僚、政治家、貴族院議員、衆議院議員、海軍士政長官、鹿児島県出身、池田直介の長男として、上野家から養子として池田家に入る。鹿児島市中、五校を経て、1913年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、同年11月、 文官高等試験に合格し内務省に入省。警視庁警部に任官し、神田西区長警察署に配属された。小松川警察署長を経て、1916年3月、警視庁警視に昇進し、本署向島警察署長に就任。以後、下や上野警察署長、監察官、第二方面担当、第一方面担当、総監官房外事課長歴任。 1922年10月、岐阜県警察部長に就任。1923年10月、内務省本省勤務となり、内務所機関、神社局第一課長となる。以後、県衛生局保健課長、神社局総務課長を歴任。1928年1月、京都府所機関、警察部長に転じ、大阪府所機関、警察部長、兵庫県所機関、 内務部長を歴任。1931年6月、朝鮮総督府刑務局長に発令され、北海道庁長官、大阪府知事を経て、1939年9月、警視総監に就任した。1940年1月、伊岸面本官。太平洋戦争を迎え、1942年1月、海軍司政長官。 海南海軍特務武装官に就任した。1944年8月、大阪府知事に再任され1945年4月まで在任した。同年8月15日に貴族院直選議員に任じられたが、15日間の在任で同月30日に辞任。その後、公職追放となり、1951年8月に解除された。1952年、 第25回衆議院議員総選挙に、鹿児島県第1区から自由党公認で立候補し、当選。2期務めたが、1955年2月の第27回衆議院議員総選挙で落選した。池田直介には、実施がおらず、上野家から養子として、池田家に迎えられた。由来は、鹿児島県。血縁上の池田家は消失した。池田清の晩年は、 鎌倉市大町にて過ごすが1966年死去。葬儀は大町の自宅にて行われ、上野家からは上野忠正、上野隅子、上野勝則が参列する。ありがとうございます。